喋らない子。おっちょこちょいちょい天然、ちょっとネジ外れ天然、好きなもんはとことん好き、くるってるくるビューティー。不可能、変な動きするんだふにゃふにゃと、アクシデントの時は急に頼れる兄貴感。あずさ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 、悪側のツッコミ担当、物知り雑学を喋り出したらノンストップ盛り上がっていくよ。男前な性格、イケメンみたいなことしたがる、何でもやりたがり、それがあらいいまま。野村さん超映ってる。やっかわいい、かわいい、かわいい。あ、もう入っちゃった、やべえ。お、誰って来たよ。野村さんだよ。いつもお世話になってる人。いつもお世話になってる人です。おはようございます。おはようございます。違う、こんばんは。間違え方いくよ。どうも、はい、アップアップガールズかっこりでーす。はい、こんにちは。始まりました。今日は MC は私なのね。そうだよ。はい、はい、ということで、スタジオが新規一転、はい、新しくなりました。イエーイ。もうハッピーハロウィンって感じで、すいません、マネージャーさんが無事到着してます。よかったよかったよかった。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。トリックアトリートでございます。超かわいい、超かわいい、この感じ。ありがとうございます。ハロウィンですね。はい、打ち合わせはしてないんですよ今。そうなんですよ。すいません、はい、こちらがですね、今たたり盛りの君たちから、はい、駆けつけて、はい、はい、参りました。もうすぐパンパン、もうタッチ&ゴーです。で、ここ着いてからもタッチ&ゴーでございます。タッチ&ゴーとかじゃないよ、荷物置いただけだもん、ね。直、直だよ、直。はい、はい、もう見に来てくれた人も多分間に合ってないだろうから、帰り道で見てくれてると信じて、うん、皆さん今日はいかがお過ごしでしたか。お過ごしです。急に寒くなったからね、今日は本当に。もう昨日はさ、暑くてさ、洗濯物カラッカラに干せたのに、今日は。昨日は使ったっけ。昨日使ったよ、暖かかったよ。洗濯日和って言って、あ、昨日一気してたわ。もうね、動けなかったの。暖かかったんだよ。違うの、昨日さ、本当に動けなかったの、うん。まあ、27日のね、あの日以降はね、私もそうでした。もう起き上がるのに精一杯だった。みんな、あ、仕事してたのね。ほんとすごいよね、みんな。ほんとすごいと思う。もうね、尊敬します、皆さんのこと。ほんとに。はい。私は、余裕で、一生布団の中にいた。まあでもね、ほんとに私も全然動くの。もうここからここ全部なんか金縛りになったような感覚。そう。ほんとに。なんかね、うん、別のこうから、昨日動いてたのがあったからこの体なんだなとかじゃなくて、うん、あれ今日は別の人かなみたいな。昨日あんなに動けてたのは嘘なのかなって思うぐらいに、うん、体が動かなくて、うん、無理して動くと頭痛くなるの。いや、そうそうそう、わかる。本当になんか溜まってたこう家のこととかあったから、うん、やろうと思って立ち上がるんだけど、頭ズキズキしてきちゃって、あ、これは寝てよって思って。わかる。でも関根さん起きて5分後には洗濯物してた。いや、すごいよ。最近朝活頑張ってる。そうなんですよ、すごい。私には一生無理なこと、マジで。でも楽しいよ、朝活始めると。1日ってこんなに長くて充実できるんだっていう感覚になる。うん、もっと早くこういう生活すればよかったって思う。うん、いい。やってみようよ。だって朝7時に起きて、違う違う、いろいろと何か変わるよ。あのね、マネージャーさんがね、うん、送ってくれた、お世話になってるマネージャーさんがね、うん、送ってくれたんだけど、そういう話をしてた時に、うん、何、夜行性の人が無理に朝型にすると早く死ぬんだって。寿命が縮まるってこと。そう。なんで。だからストレスと感じてんだよ、どっかで。あ、絶対自分のベストのそのあれを発揮できるあれがあるから。え、夜行性なの。夜行性。そうだから、もうやらなきゃいけない仕事があったりとかするときはもう夜やらないと、朝起きてやったら何にもできないから、もうずっとやらなきゃなって思ってるうちに。え、じゃあもともと好きねはよく寝すぎちゃうと夜、まあ、6時から8時まで寝ちゃうんだけど、これも夜行性ってこと。わかんない、よく寝れるだけの人なのかもしれない。それありますよね、多分ね、多分よく寝れる人と夜行性は別だよね。違う違う。え、あ、そう、慣れじゃない、慣れじゃないみたいな。なるほど、なるほど。夜行性の定義はじゃあ何。夜行性はだから夜の方が頭が冴えんの。
だからすごい眠かったのは夜になったら突然あれあれこれやろうみたいな、どんどん次から次へできるの。私振り付けの仕事は朝思い何も思いつかないの。私でも夜眠くなる。いや眠くな、でもなんないかもあんまり。眠くなるってことはじゃあ朝方の人間ってこと？もしかしたらそうかもしれないね。あのちゃんとあのサイクルを作ったら朝の方が、だから朝ちょっと早く起きて仕事をするとかの方が効率がいい人かもしれない。私はそれができないから本当に。猫だ。もうかそうそう自由に気ままに。へ、自分の寝たい時に寝て夜仕事してっていうのが一番、うん、効率が良いんだよね。仕事が進むの。勉強もそうだった昔から。へ、早く起きてやろうと思ったら本当無理なんだけど、ほら夜しか勉強進まない人でもほら。そういう人って無理にね朝方にすると早く死んじゃうんだって。そうだからあんまりね無理しなくていいんだよ。思えば私朝方だ、よく朝方朝方だって。そうそう、新曲とか覚えるとき結構朝に覚える。いや無理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 、夜に覚えるんじゃなくて入ってこない。朝早く起きて朝早くから頭入れる。頭が働かない。私だって内臓も働いてないからさ。だから朝ごはん食べると具合悪くよくそれは言うよね。本当にそうそうそう、だから本当に夜行性なんだと思う多分。面白いね、こんなに人って違うんだね。ね、夜型の人います逆に、この中に。夜型の人、夜、朝って書いてみんな。朝、夜、夜、朝みたいな。あれしたい、投票したい、夜型の人。お、できます。いいんですか、いいんですか。じゃあ、朝1にする。はい、朝型の人は1を、夜型の人は2を投票してください。はい、大丈夫ですか。あ、今書いてくれてます。ちょっと考えて、今考えて。シンキングタイム、シンキングタイム。書いてくる。確かに確かに、もうみんな書いてくれた。私たちが発想が遅いんだよね。ごめんね。ごめん、もう一回投票して。その日の気分って人すごくない？マジでさすがすぎるわ。だからオールマイティな人なんだろうね。とりあえずやり始めてから、じゃあ出しますかそれ。じゃあ投票スタート。関根みたいな朝方が1、私みたいな夜方が2。私だって起きて5分ってか5分もしないで朝ごはん食べたくなっちゃう人。もうお腹空いちゃって、無理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 。だから起きてすぐカレーとかよく食べてたし。あ、でも普通に寝起きでも何でも食べれる人だよ。朝早くですか？胃もたれとかはしないから。朝早くじゃなくて？胃もたれはしないけど、そう単純に具合が悪くなる。なるほど。確かに一日のリズムあるね、その日の日。夜型だけど。じゃあそろそろ締めますか。はい、いきます。せーの、5、4、3、2、1、終了。あ、ほら夜行性多いよ。ほら、え、マジ。でも夜行性の人だからこれを見てられるってのはあるかもしれないよね。あ、そっか。もしかしたら朝方の人はもう寝てるかもしれない。起きて朝準備しながら再放送とか。最近再放送してないんですか？してないんですよね。そうだったそうだった、忘れてた。意外と朝方少ないね。ね、へー、そうなんですよ。夜多いよね。あー、そうなんだ。だから自分のペースでみんな頑張っていけばいいんだよっていうのを私は、発信していきたいと思います。なんか朝方寂しいね、意外と少なくて。いやでも朝方の方が、うん、絶対に体調のあれはいいと思いますよね、サイクル的には。うん、だから朝方がいいとは多分されてるんだけど、うん、夜方の人が無理すると良くないよっていう話。無理しないでね。はい、無理しません、うん、私は伸び伸びとこれからも生きていくと思います。27だから無理しないで。そうなんですよ、27だから伸び伸びね、うん、やっていかないとね、うん、ストレスかかるともうおもむろに出ちゃうから、うん、なんでそんな話してるの。しかも始まってそうさ、まだ何もコーナーとか言ってないのにさ。そうですよ、まあ、とりあえずね、今日のライブはいかがでしたか。わー、急。もう進めていかないと、話さなきゃいけない話いっぱいあったと思って。私単独ライブの話をしなきゃいけないのに、こんなに朝方夜方の話してる場合じゃないんだよ。いや意外とさ、やっぱさ、うん、こうやって年齢が上がってくると、うん、そういう世間話的なことがすごい楽しくて、っていうかさ、で今日だってニュースで盛り上がってたし、私たち楽屋で。そういう話をできるのって本当にショールームじゃん、わかる。そう、ライブの MC では絶対にできないじゃん。だから楽しくなっちゃうんですよね。そうなの、本当にごめんなさい。世間話本当に好き。ごめんね、あ、止まんないねって言われてる、ごめんなさい。違う違う、だから今日のライブはいかがでしたか。二人だからね、君たち結構ね初めましての方ばっかりで。そうなんですよ、だからファンの方もアップが知らない方も結構多くて、はい、だから結構初めはね、こうあれどうしようかなみたいな。そう、ね、しかも結構攻め攻めのセトリでいきなり始めちゃったんですよ。一番ガールズ、そしてサバイバルガールズ。そうそうそう、だからあれあれみたいな、どうしようかなみたいな、分かりやすくはないなと思いながらやってたんですけど、だんだんこうバーレとかね、うん、の時にはもうみんなで一緒に手挙げてしてくれてて、うん、すごい気持ちが良かったなと思います、うん。やっぱ27日のライブをやってから、なんかすごいより自分たち
とあのファンの人で作るライブにすごい自信が持ててるから、確かに、だからこのセットリストでも今まではちょっと初めての人大丈夫かなって、ついてきてくれるかなって不安があったけど、いやなんか今日はいや大丈夫、みんな絶対私はみんなと一緒にこう仲間にできる自信がある、頑張るぞっていう気持ちだったから、うん、本当に27日をあの過ごせてよかったなって、あの日を一緒に作れて、私はあめちゃくちゃいい肥やしっていうの、なんていうの、人生の、うん、ね、あれ、あれになったな、ね、そう肥やしも間違ってないですよね、別に今のも合ってた大丈夫、語彙力がないんだけど、今のも合ってた、合ってた大丈夫、大丈夫、伝わってる、伝わってる、うん、すごいいいなんか人生の分岐点みたいな感じじゃないけど、うん、よかったです、はい、はい、そんな感じで、うん、そのライブから駆けつけて今日こちらにお送りしましたが、はい、ちょっと話さなきゃいけないことがあるのでね、まずはタイトルコール行って、あ、まだタイトルコールやってなかった、忘れてました、行っちゃいましょう、はい、タイトルコール行きたいと思います、せーの、アップアップガールズかっこかりの戦場かっこかり、じゃあ参加方法お願いします、いまだに見ないと言いますか、はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます、そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前にどんどん出てきますので、アピールのほどよろしくお願いします、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要ですので、登録がまだの皆さんはご登録よろしくお願いします。それでは現在のランキング確認していきましょう、チェッキャラ、はい、第3位はヤスさんです、ヤスさん、ヤスさん、そして第2位がケイタンさんです、ケイタンさん、ケイタン丸さんです、おめでとうございます、そして第1位がボンバーさんです、ボンバーさん、ありがとうございます、皆さん最後まで楽しんでいただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします、じゃあね、ここで1週間アプガの1週間を振り返っていきたいと思いますが、はい、まあ私たちの1週間はね、あのリハーサルから始まったりとかしてるので、うん、やっぱ何より、はい、本番の27日、はい、Vibe to the Fifth Power、はい、そこなしの一体感、こちらじゃないでしょうか、そうでございますよ、どうでした、いや私は一つの、 あの大あのなんですか、大イベントとしては、うんうん、あの毎日ツイッターで最近まで新衣装についてちょこちょこヒントを出してた、そっから行く、ダメ、いいよ、そうちょこちょこヒントを出してて、あのまあフォロワーさん、そしていろんな人にはもうアップが全身タイツ、もうヒーローのようなスーパーマンみたいな衣装なんじゃないかっていうのをすごいささやかれてたんですけど、もうそうじゃないよっていうのをちゃんと証明できたのは良かったですね、そうですね、皆さんに言われました、全身タイツじゃないんだって、いや違かった、いやちゃんとちゃんとしちゃって、もうまあそれでもね、まああの社長とかが参考にしますとかリツイートしてたから、今後あるかもしれないね、そう今後あるかもしれない、今回はなかったけど、今後またいつかあの新衣装出ますだった時は全身タイツにベルトにあのマントっていう本当になんか戦隊ものみたいな衣装に、本当スーパーマンみたいなやつですよね、なるかもしれないですけど、まあその全貌はツイッターの方に上がってるので、またそちらを見てほしいのと、やっぱりなんだろう、あの2時間まるまる2時間1本ライブをお届けするっていうのが私自身結構久しぶりだったから、なんかまあなんだろう、空いてた期間、そのなんだろう、めちゃくちゃ毎日マッスル筋トレしてたわけじゃなかったから、自分がどれだけその久しぶりの2時間に耐えられるかなっていう不安とかもあったんだけども、やっぱりこうファンの人がいるってすごい大事だなって思った、自分の中で、もうそこにファンのアップガファミリーの皆さんがいるだけで、やっぱり心配事って一切なくなるし、で体力とかすり減ってても、もうアドレナリンがバーって出ちゃって、もうそんな一切関係なくなるから、やっぱアップガファミリーの皆さんの力って偉大だなって思いましたね、ありがとうございます、本当に来ていただいて、だからね、これをね東京だけで終わらせちゃったのがちょっと正直、ね、私はうわもっとこれをいろんなところに届けたいって思った、うん、確かに、そう、だから本当これをツアーとして届けたいって思いましたね、うんうん、それぐらい結構楽しかったです、うんうんうん、なっちゃんは、いやなんか、うん、こうアップガのライブは本当にその私たちがやりたいようにっていうか、うん、その私たちの好みにすごい寄ってるというか、うんうん、まあ、それを共感してくれて、だから同志だよね、うん、同じものを好きと言ってくれる人がアプガファミリー、なんかアプガのことを好きだってもちろん言ってくれてるのもそうだけど、うん、じゃなくその私たちが好きなライブを好きだって言ってくれる人だなってすごい思ってて、うん、なんかその私たちのライブの良さってファンの人とのこう一体感、うん、私たちが頑張るだけじゃなく、それに返してくれるみんながいて、うん、こう一つ作り上げられるライブだなってすごい思ってるし、うん、なんかその作り上げてきたこう形とかって
すごい今まで自信を持って、まあもちろんね完成ってないと思うし、ライブに、うんうん、だからそう、そのこうそこで止まろうと思ってたわけではないんだけど、うんうん、でもなんか私たちの中で見えていたっていうか、うん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 、私たちのライブってこういうものでしょみたいな、ちょっと悪い言い方をするとね、うん、まあまあこういうもんでしょアプガのライブってみたいな、うんうん、いうところがなんかすごい今までこう自分たちでいろいろ信じてやってきた分、うんうん、やっと見えてきたなみたいな思ってたけど、うん、あそんなもんじゃねえやって、うん、まだまだだったんだなってすごい、うん、なんか一つのライブの新しい形みたいなの見つけたような気がしたし、うん、あの楽しさを知っちゃったから、うん、もうまたなまた多分追求心はすごい上がっていくと思うし、うん、なんか本当にいや本当に知れてよかったなっていうか、うん、あの私たちのこうライブのこうあり方みたいなのがまた新しく生まれたから、うん、これをもっとこういろんな人に見てもらったりとか体感してもらったりとかしていくことによって、うん、本当にアプガだったりアプガのライブだったりっていうのがどんどん変わっていくだろうなっていうか、うん、もっともっと進化していくだろうなってすごい思えたから、うん、なんだろうね本当に今まで、ね、すごくあのハイスパとかああいうこうみんな中でこう踊るみたいなのってすごい好きだったからさ、うん、いろいろやってきたけど、うん、それとはやっぱ違うあの一体感ゾーンっていう、そうだね全然違う、来た方は分かると思うんですけど、うん、私たちのこのいつもハイスパとかは客席にステージを作って、うん、なんかそこをこう行ったり来たりとかしながら踊ったりとかするのをやってて、まあ、それがねあのすごいもう距離がめちゃくちゃ近くなるからそれがすごい好きで、うん、私たちのライブの前一つの毎回できるわけじゃないですけど、うん、一つの売りみたいな感じだったんですけど、今回はもう本当にステージっていうほどの高さも全然なくて、うん、一緒に盛り上がれるスペースみたいなのを作ったんですよ。だからもうみんなと身長合わせる分ぐらいの低いステージがあってそこに私たちがもうギュッて集まってみんなに囲ってもらってやるっていう感じだったので、なんだろうな私のイメージだとね結構あのいつもさ DJ 大の字さんたちのさこうライブとかにさ、うん一緒に出させてもらったりとかするじゃん。そうするとテンション上がるとおじさんどっか行っちゃうじゃん。行っちゃうね。どっか行っちゃうんですよ。次のどっか行っちゃう。でしかもあのステージ上から私たちが見ててもどこにいるかマジで分かんないの。本当に分かんないの。もみくちゃにされてて、うん。でもそれってすごいなんか今しかできないこのなんか高まってるからやれることなんだろうなってすごい思ってたし、うん、だからなんかその感じをちょっと感じられたというか、うんもちろんね、まあ私たちが踊ったりとかしなきゃいけないから、完全にこうみんなの中に混じってってわけにはならなかったけど、でもあれは本当にもう境目がないなってこう感じられたというか、うん、いや本当に面白かった。みんなはあの感じどうだったんだろう？一体感想いかがでしたか？確かに感想聞きたいかもね。うん。いやもちろんね、そのまあ、まあ言ってしまえば。うんそれはステージ上で踊ってくれた方が見やすいとかさ、うん、いろいろあると思うけど、うん、でもそこじゃない良さがあったと思うんだよね、うん、今回のは、うんうんうん、そうなんだよそう信頼関係がないとできない、うん、そうだよ今回なんてねみんなにこうやって開けてもらって撮ったんだけどすごくない？もう本当に確かに本当にありがとうございます。あそこねめちゃくちゃ入念にリハーサルしたのうちらもうねみんながね言ってこうどうやって説明して受けてくれるかなとか言ってねすっごい練習したんだよ。確かにマジもう一言も必要なかったからみんながさっつって嘘でしょもう道がさ道ができるんだもん、ね、もう本当にありがとう。あの私たちが信じてた以上の信頼関係ができてるんだなって思ったうん、うん、本当に、うん、私たちのこの信頼関係ってむずいじゃん。どっちかここ信頼してるだけでもさダメじゃん。そうだね。あこれは本当に、うん、あもっと信頼していいんだなって思った確かに確かに。いや本当に、うん、手を伸ばせば届く距離とかいうレベルじゃないよ。いやレベルじゃない本当に。もう入ってたもんちょっと、うん、もうさもう入ってた交わってた、うん、あの近くにいて怖くないね。本当だよね。みんな怖くないのかね。え何私たちの話私たちどっちどっちかどっちどっちみんなが私たちが怖くない怖い。あ、私たちは怖くないよ。私たちは大丈夫。逆逆逆。逆に怖がられるっていうのはよくある。そうそうそう逆逆。みんなの方がだってさ、本当この辺とかをさ手がさパーンと通るわけよ。絶対怖いだろうなって思いながら手加減はしてないんだけど。拳とかもねめっちゃパーン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 
と危ないから、そう間をこうやって抜けていくっていうぐらい、そう本当にすごかったよね、めっちゃ近かったよね。私やっぱさ、あれさ、お互いがさ、テンション上がりすぎてさ、その一体感ゾーンにいるままアンコールもらえたのは本当に嬉しかった。あれ楽しかったよね。もう本当に嬉しかった。そうなんですよ。私たちがこう挨拶をする前にもアンコール、アンコールってみんなの叫びがもう360度から聞こえたのは本当になんかもう、あ、生きててよかった、アイドルやっててよかったって思った。いやー、あの時は本当に。あの距離でアンコール聞けることってないからね。ない。本当にない。本当にこの日すごかった。だからこそ東京で終わりたくなかったよね、うんうん、写真とかないんですか。本当だよね、ちょっと写真はじゃあなんかツイッターとかで調べてみます。多分ねいっぱい上がってると思います、うん、はい、ちゃんとみんなの顔がモザイクかけるんで、客席にリング状みたいな感じで、うん、本当にまあ柔らかくないリングだよね確かにね、本当に確かにそうだね、そうそう、リングみたいにこう弾んだりとかしないから、うん、あれだけど、うん、もう本当形的にはリングです。うん、なんかフェスとかでたまにさ、リングでさ、やらせてもらうじゃん、うん、あれを単独でやったみたいな感じだよね、ほんとに。そう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 、もう本当に楽しかったです。あ、確かに山田さんのてか、ツイッターにも YouTube にも上がってるし、上がってる。ツイッターにもだってちょっと上がってますね、うん、見てみてください。ツイッターあるよね、ある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 、うん、そうそうそう、見て多分社長が上げてるのをメンバーがみんなリツイートとかしてるし、はい、そうなんですよ、なかなかみんな顔が出てるんでもう、はい、まあしょうがないですね、すみません、皆さんもアプガなんでそう、もうメンバーにもうメンバーなんです、うん、ファミリーってさ、もうメンバーだね。ステージがフロアに降りてきちゃったわけだから、うん、そう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 、結果フロアにいる全員が演者だからね、そう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 、もうね、もうみんな出てる側本当に、いやもう本当に楽しかった。ありました？ありがとうございます。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、こちらですね、ここがまあ、だからそのリングの端っこにカメラマンさん入ってくれて、だから私たちの奥にお客さんが見えてるんですよ、ほら、ここら辺とか、こういう状況ですね、うん、で、ほら関根さんとか向こう向いて歌ってたりとか、うん、そういう感じで、もう本当に、まあ、たくさんリハーサルとかありがとうございますさせてもらったんですけど、マジで意味なかったよね、あれね、うん、リハーサルもはや意味ないぐらいテンション上がってね。そうだね、うん、もう予定調和にないことをやりだして、うんうん、もうねなんか、うん、確かにそうだね、うんうん、リハーサルのこととか全部忘れてた、うん、だってさ、おさんとか普通にここで踊るよねってなった子がもう全然真反対の位置にいたりとかして、もうわけわかんなくなっちゃった、ね、本当にもうテンション上がりすぎて、うん、メンバーも全然わかんないことやりだして、うん、いや本当にもう本当に私たちもその時のテンションでもう動いてた。いや楽しかったですね、本当に、うん、だから昼と夜と全然見方も全然変わってたと思う。またやりたい、なんか同じ形じゃなくてももっとこう、やっぱり私たちのライブの良さってその私たちだけじゃなくこうお客さんも一緒に盛り上がってくれて作り出してる一体感、なんかいつもはさ、こうもうすごい私たち側からのこのあれなのかもしれないけどさ、こう私たちに合わせてくれてるっていうかさ、その振りを真似してくれたり、私たちが煽ってるのに合わせてくれたりしてるけど、なんかその私たちも歩み寄れたっていうかさ、やっぱりその客席に降りて同じ目線でみんなが飛んでる時に一緒に飛んでみたりとか、みんながさコールしてる時に一緒にコールしてみたりとかさ、そういうのが本当にほぼ同じことやってたもんね、やってたよね、もうだからもう境目がなくて、そう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 、私もステージ上でオタ活してたし、そういうのが本当に面白くて、してなんかアプガのライブの良さってこういう生のその盛り上がったから作り上げるこの空気感だろうなってすごい思ったから、まあまだまだね、追求できることはいっぱいあるんだなって本当に思いました、ね、うんうん、まだこれからもアプガのライブには交互期待、交互期待、うん、まああれですよ、ライブも決まりましたかね、また次、そうそうそう、12月の28ですね、はい、はい、書いてないからね、レミアルファにて、そう、まだ間に合ってないから書けてなかったんですけど、12月28日、みんなツイートしといて、赤羽レミアルファです、はい、どうぞ予定を押さえておいてください、年末ですが、ぜひよろしくお願いします。もっとと会社はね、休み取りづらいと思うんだけどね、そうなんだよね、本当にごめんね、ごめんね、お母さんとか言うさ、聞くから分かるんだけどさ、本当に年末とかでね、休み取るって本当取りづらいんだよ、上司に言うとか、そうなんだよ、本当に、でもそこから申し訳ないんだけど、でもこれからあと2ヶ月、仕事にやりがい出るじゃん、うん、絶対にそこまでに終わらすっていう、そう、12月28日は絶対休みたいから、それまでに残業はかぶせていいんだよとか、そうそう、そこまで頑張るっていうやりがいにしてもらえたら本当に嬉しいなと思います。
そうですね、あと新曲です。はい、そちらもね、はい、社長の方のチャンネルでね、そうなんだよね、そうなの、こっちの言う公式で上げてよ。取らないでファン。まさかのそっちで流れると思って。ファン泥棒だ。そう、こんな身近に、こんな身近にファン泥棒がいるなんて。今日の20時8時に解禁になったんですけど、まあ、フルじゃないんですよね。そうですよ、絶対にあのフルはこっちで上げさせてもらいます。何を戦ってるんですか。びっくりなんだけど。めっちゃ面白いやん。どこと競ってんだよ。上がったのでぜひ見てみてください。振り付けはこなちゃんでございます。視聴稼ごうとしてる。そう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 、ほらみんな言われてんぞ言われてんぞ。はい、社長が借りに来てる。ぐちゃぐちゃぐちゃっと。ですね、はい、ライブで発表したんですけど、はい、10月10日10月10日に12月10日じゃない10月10日も過ぎもう過ぎてるよ。びっくりした。もう過ぎてるよ。12月10日。そう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 、12月10日にですね、はい、新曲をリリースすることになりました。はい、まだ何曲入るかとかどんな形にとかはまだ決まってないんですけども、はい、もうそれはいつものことながら、うん、とりあえず日付は決定しましたので、そう、詰め込めるだけ詰め込みたい、はい、間に合うだけ間に合わせたい。確かに、その精神で相変わらずのアッパカ精神でやっていきたいと思いますが、間に合う時はとりあえず新あのライブまでに1曲完成しました。ほんとギリギリだったんだよね。これもほんとギリギリだった。アッパカってそういうやつだから、あ、いけそうだったら完成させて出しちゃおうみたいな、そう、そういう感じだから、別にあのこの日に向けてとかじゃなく、作って間に合うから出すみたいなね、うん、間に合いました1曲。イエーイ。タイトルはですね、ハッピーネイキッドっていう、もうね、みんなでハッピーになろうっていう、もうそのまんまハッピーになろうっていう曲なんですけど、だから今回ねピースもいいんだよね。そう、もうイエーイみたいな、イエーイみたいな感じの、あの私が振り付けしてるんですけど、そういう感じにしてますので、うん、一緒にやってもらえたら嬉しいなと思いますし、うん、サビなんだっけ、こうタッ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 、あ、はや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 、あ、間違えちゃった、はいとえたましです。もうずっとハッピー、ずっとピース、サビ、あ、サビの歌ずっとピースだ、ごめんなさい、間違えちゃった、もういいや。ずっとピース、ずっとピースね。でも後々こなちゃん動画あげるんだよね。はい、うん、動画あげるので、いや本当にね、撮ろうと思ったんだよ、撮ろうと思ったんだけど、27日の楽屋帰ったらもうみんな来ないんだよ。あんなにてかもうはけた時からもう動けなくて、なんとか書いて撮る気は、撮る気はすごいあったんですごいあったんだけど、帰ったら動けなかった。本当にこうだったの。本当にこうだったから、ちゃんと撮る、撮る、撮る、やってねってやってやつを撮って、はい、ツイッターとかに出そうと思うから、はい、はい、楽しみにしててください。ね、元気があるときに撮る。東京に来れない人でも覚えられる。確かに、うんうん、みんなリリースイベントまでにはもう全然完璧に踊れるみたいな感じにしようぜ、うん、仲間だから。もうメンバーでしょ、ファミリーはもう仲間だから。そうそう、仲間、仲間、メンバー、そう、メンバーだから、だから覚えないといけない。そうそうそう、披露しなきゃいけないから、みんなわかる。対バンとかで披露しなきゃいけないからね。そうだよ、みんなメンバーだからね。これメンバー設定めっちゃ面白いよね。意識高く、いいよね、意識高く、うん、いきましょう。おー、サリも2本持ちだからピースしやすいって、うん、面白いそれ。確かにそれも面白いね、こうやって持ちながら。確かにコレグラファーと衣装デザイナー今日。ああ、確かに確かに、どうよろしくどうぞ。どうもどうもどうも、 どうも、 どうも。全然ね、新曲出るときにね、もうジャスしないけどね。確かに確かに、なんかみんな頑張ります。みんな披露に関して頑張ります頑張ります。そうそう、みんなも一緒に披露でございます。頑張ろう、よろしくお願いします。新曲もぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい、こんな感じでたくさん喋ってきましたが、衣装の方もいいですね、たくさん話しましたね、うん、話しました。ぜひこれから着ていくよね、きっとね、着ていきます、はい、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、さっさ、かわいいメンバーカラーで、うん、さあ、ですね、ライブじゃないんですけど、セレブレイトメッセージという、あ、はい、ね、新しいの、はい、参加させていただきます、はい、なんていうの、参加開始、参加、はい、しました、うん、セレブレートメッセージ、はい、本当に何でもいいです、ハッピーハロウィンだったり、誕生日おめでとうだったり、はい、ご結婚おめでとうだったり、うん、受験おめでとう、あ、でもだから合格おめでとうだったり、セレブレートおめでとうみたいな、そのあれですけど、まあまあ、まあ頑張ってる時に応援してほしい時とかあるじゃん、うんうん、
普段私たちこう握手会とかやっててもやっぱ時間って短いからね、こう伝えきれる時間ってほんと限られてきてるので、やっぱそういうところでゆっくり私たちも改めて皆さんに感謝の気持ちを伝えできればなと思いますので、もしよかったら皆さんチェックよろしくお願いします。あの一人一人のバージョンもあれば全員で送れるバージョンもありますので、うん、そこら辺はあのセレブレートメッセージの方のサイトをこうよく見ていただい て、はい、て皆さんの希望に合わせたところに応募していただけたら嬉しいなと思います、うん、ご参加お待ちしております。お待ちしております。さあ今後のね、はい、スケジュールはエンディングで確認したいと思いますので、はい、コーナー行ってみましょうか。はい、んそんな話しました私たち。何時時計は あれだ、大変。いや結構喋ったよ。いけます、いけます、あ、そうか、タイトルコールいけます、はい、いきます。じゃあコーナー行ってみましょう。二人語りのちょっとトリックアトリート入り、ちょっとということでトークテーマとなる、キーワードに沿って自由にトークするというですね、定番の二人語りですが、今日はハロウィン直前ということで、ちょっとずつトリックとトリートが入っております。どういうことだろう。トリックはちょっとしたいたずら企画、ちょっとしたちょっとしたちょっとしたいたずら企画、はいはい、トリートはちょっとしたご褒美企画です。あらららら、皆さんも、ぜひコメントで助けてえ助けてくださいねって書いてあるけど、やばい、何かもう本当にメンバーじゃん、みんな。じゃあやってみましょうか、はい、やっていきましょう。やってみながらね、ちょっと届かなかったよいしょ、もうここパクッとしたんだけど、まあ、ちゃんっていきますね、1個目、はい、じゃじゃーん、だんだだーん、おトリック、顔だけミイラに。何それ、どういうこと真っ黒な、楽しそう、やりたかった私それ。巻いてえ、片目だけ見たい。こうやってこの感じ、え、首からじゃない普通。そうか、うん、ちぎれた。ちょっと楽しい、これ。あ、これむずい。だって破けちゃうの、普通包帯じゃないね。普通包帯じゃないね。トイレットペーパーよ。寝床も。これやばい。あんま動かないで。ね、破けちゃうから。あと口開けるとね、あのよだれで破けちゃうからね。気をつけて。ねえ、早くもう手ごといくかんね。もう知らないから、もう知らないから。夏の授業やばい。あ、取れた、手取れた。ただのなんかさ、マフラー巻き方間違えた人なんだけど。どうやってやるんこれ。ね、分かった。こうじゃない、ほら。画面とかにするでしょ。首骨折してる。どう。どう。ねえ、よだれで破けるよね。息で見る。分かった、じゃあここ穴開けといて。早く次に行くよ。あ、これ関根さんだけね。あと、そっか、順番に引いていけばいいか。そうしましょう。ででん。トリート。トリート！ハロウィンっぽさありのガチご、え、ガチのご褒美。なに、怖い。え、なに、ありがとうございます。なに、怖い。アメリカさんだって。かぼちゃ。なに、なんかパンって出てくるんじゃないの。かぼちゃの煮物きた。のりさん好きそう。私も好きよ、かぼちゃの煮物。取れてきた、これ。意外とミイラって難しいですね。え、かわいい。せっかくトリートだから、ちょっと急ぎ。じゃあ、ちょっと引いといて。雑すぎる。まだトリックしか聞こえ。お、トリート来た。ハロウィンっぽさありのガチのご褒美。あ、違う、私戻したわ、これ。ごめん、ね、本当にごめん。それは本当にごめん、それは本当にごめん。ひどい、本当にごめん。トリート、引いた人はコメントで徹底的に褒めてもらえ。みんな褒めて、褒めて。違うよ、ダメだよ、引いた人だけだよ。分かってる。関根褒めて、食べれないの。食べてるついでね、食べさせてあげるよ、ら。お口開けてごらん、ねあーん。いただきまーす。トイレットペーパー似合ってるって。だってこれもうよ、ほぼ関根の原型ないもん。めっちゃ、でもみんな楽しいよ。MC 上手だった、やった。ダンス好き。アラビアの女性。確
早見ないで、怪我治ってね。ね、治す。首骨折しちゃってさ、本当にありがとう、みんな心配。ありがとうね。トイレットペーパーに入ったんです。これ褒められてるの何なのかよくわかんない。世界一かわいいミイラだって。ねえ、ひどい。かわいいな。あー、かわいいだって。ありがとうございます。じゃあ次、こなちゃん。はい。確かにこれミイラではないって言ってね。なんか、あれ、骸骨。何？最近のやらかした出来事。ある？なんだろう。やらかした出来事。え、こなちゃんがやらかした出来事。なんだろう。やらかした出来事だって。なんだろうね。大体やらかしてるよ、結構。比較的。なんだろう。なんだろう。あ、さっきもですね。さっきも、あの、携帯を、うん、携帯をカバンの上に軽く投げたら、バウンドしちゃって、近くの棚に落ちて、その棚にも止まらなくて、そのままもう一回転して床まで落ちちゃった。そう。そのまま拾わないで、あーって言ってるだけだった。夏に携帯変えたばっかなのに、うん、階段降りてて、なんか、何やってみたい。階段降りてて、ここの、ちょっと手振って歩いてたら、その手がね、新井さんにぶつかっちゃって、階段をスライドしました、携帯が。あ、画面は割れてません。自撮りもできます。イエーイ。そんな感じ？なんかあったっけ？あれでなんか破けてたとかなかったっけ？ライブでタオル引っ掛けて取れなくなったじゃん。ああ、そうなの。でもあれはやらかしたって言われても、なんかそう違う、ステージのなんか下側になんかね、あの取っかかりみたいなのあって、そこにねタオルの糸引っ掛かっちゃって、ピューンってやったらそれがバーンって糸が引っ掛けちゃって、そうなの。いや、そのまま私すぐ移動しなきゃいけないのに、あ、どうしよう、あ、どうしようみたいになったら、スタッフさんがパパって出てきて、パって取ってくれて。あれだって、取ってもらったんだ。そう。だってギリギリこうやってやったら怒っちゃうぐらいの場所なんだもん。あ、そっかそっかそっか。あれがバーンって落ちた、結構下の方だったから、上から届かなくて、その後もうずっとさ、目の前でさ、お客さん笑ってて。そう。あと、マイクも落としました。結構やらかしてんね。やらかしてるわ、うん、マイクはね、私ここに今新しい衣装で、ここベルトがついてるんですけど、うんうん、このベルトのね、この、あの、ちょうどリボンにしてる、ここにマイク持ってかれたの。そう、らしい。シャッて入っちゃって、うん、ここのヘッ、あの、うん、こちらが歌うヘッドの方だったら、お尻側の方がパッて入っちゃって、うん、そのままの勢いでバーンって手離しちゃって、そのままそこを抜けて、スパーンって落ちていっちゃって、しかも、本当に、一瞬のことをしすぎて何がわかんなくて、あの、お客さんがここ、ここになって。タオルの時もそうだよね。ここみんながなんかえってなって足なってるから、状況把握できてないんだけど、みんなの方がさ冷静に見てっから、そうなの、って教えてくれて、はっって終わった後に、あの、音響さんに土下座しました。本当に申し訳ございません。はい、そんな感じですね。はい、意外にいっぱいやらかし、相変わらずいっぱいやらかしてます。あ、もう時間ですか。時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれ何ですか、結局かぼちゃもらえるよっていう合図じゃない？あ、そういうこと？ハロウィンポサ。え、これ食べれるかぼちゃ？食べてみ。え、食べれるもんなんか。食べれないだろ。何をし、ね、せめて目が見せてもらったんだ。なんであえて口だけ見せた？違うんだって、なんか。あれじゃん。何？あれじゃん。あれじゃん。何？わかんない。わかんない。あれじゃんって読み取れる能力ないから私。ワンピースのさ、うん、ワンピースのさ、アラバスタに出てくるあれなんでしたっけ？湘南の風のハン君かと思って。ハン君でもここじゃん。ここじゃんそれは。あれじゃんばっかだねって言われて、今。敵でも見えてないじゃん。もう27歳だからさ、もうしょうがないよ。あれだよもう。何？あ、そう、ペルー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 、ありがとう。あの、鳥になるんだよ。うん、そう、あと見とくね。そうそう、めっちゃ僕のアイコンの下が黒だし、そうそう、そう、わし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 じゃなくて、エンディングです。はい。せめて目は見せてちゃん。ちょ、これ下がってきたんだよ、見せるでしょ。もっとバンダナみたいにしとけばいいんだよ、バンダナみたいに。あ、負け、縛ればいいのか。ここ目だけこう開ければいいんじゃない？目だけこうやって開ければいいんじゃない？あ、いいよいいよいいよ。わかんないわ。あ、でここさ、繋いでさ、こ
ればいいんだよ、ずっと。どういうこと？あ、そうそう、ここ負けちゃって。あ、いいよいいよいいよ。あ、こういうこと？ダメだダメだ、落ちてくるわ。やだ、見えなくなってくる。はい、エンディングです。関根さんも一緒、あ、いいよ、関根さんも一緒にエンディングです。はい、じゃあまずはですね、はい、今日もたくさんのご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ランキングを確認していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。第3位、はい、やっさん、ありがとうございます。そして第2位がさくらさん、ありがとうございます。さくらちゃん、ありがとう。そして第1位が、はい、ボンバーさん、ありがとうございます。1位守りきった。そうだね、うん、ありがとうございます、うん。ボンバーさんにはですね、ご希望のメンバーで、はい、歌詞を伝えさせてもらおうと思いますが、どちらがよろしいでしょうか。うん、まあ2人でもいいよ、欲張りさんだったら。欲張り、どちらでしょうか。どうする、起きて、寝ちゃったかな。起きて起きて起きて、ねえ、起きてよ、起きて起きて、朝だよ。関根さんでお願いします。はい、じゃあ行きます、せーの。こんなトイレットペーパーを巻いたりしちゃう関根でございますが、これからも末永く応援の方よろしくお願いします。今夜もお付き合いありがとうございました。ボンバーさん、ありがとうございました。意外と暖かいよ、トイレットペーパー。まあ確かに風通し悪そうだしね。うん、みんなワフラーに困ったらトイレットペーパー使って。効果ありそうだもんね。うん、自分の体温がこうじゃなくて、うん、ここでアパープガールズがその過去回からお知らせです。すぐね、関係ない話で盛り上がっちゃう。すいません、もう終わっちゃったね、それは。終わったよ。うん、土曜日モリティだ。土曜モリティ、はい、土曜日モリティ。この雑な感じなんとかならんから。じゃあその後赤いだった、ちゃんと。うん、じゃあいらなくない、この土曜モリティ。どっちかでよくない。こちらですね、聞いてもらえたらなと思います。はい、これも今日、これも終わりました。すいません、今日時間がなくて、本当になんせね、ごめんなさい。こちら明日です。明日です。これ仮装します、私たち。はい、横浜の方です。唯一、今年唯一の仮装イベントです。うん、一緒に写真撮りましょう。はい、みんなそれぞれ違うよ。Twitter にヒントも出てるので、ぜひ。誰が何出てた、さっき誰が何なのか当ててもらえたらなと思います。ね、初めて知った。話だけ書いてある、だからキャラクターも書いてないし、あれだけど、見に行こう。何の話のあれかっていうのが書いてあるので、見に行こう、見に行こう。ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。よろしく。はい、横浜だよ、みんな遊びに来て。横浜だよ、おいでみんな、横浜に。みんなもなんかよかったら、もしよかったら仮装して。超楽しそう、なんか DJ の人とかもいるし、だから、うん、いつものこうフェスとはちょっと違う感じになると思う。あ、セットリストもね、あのね、仮装してるからってね、おとなしいセットリじゃないです。むしろ仮装してるけど、仮装がね、ちょっと崩れてしまってもオッケーみたいな感じのセットリスト。私あれ着てそれやんの。そう、やばいじゃん。そうだ、結構やばいよ、結構やばいセットリとなっております。忘れてた、それ。そう、クラブだからめちゃくちゃアゲアゲなセットリ作りました。なんなら今日よりめちゃくちゃ頭からギュンを上げていきますので、もしよかったら遊びに来てください。お仕事終わりに汗流しに来てください。ハロウィンでもね、うん、こうじゃなきゃね、アプロのライブはっていう感じで。アキレス腱切れて松葉杖ついてる人の仮装でいいですかね。大丈夫です、むしろ来ていただいてありがとうございます。松葉杖にぐるぐる巻きとかにしとけばいいんじゃないですか。ね、いいよね、ありがとうございます。そしてですね、はい、バスツアーです。はい、バスツアーが決定しました。うん、12月7日から8日でございますね。はい、はい、開催地は熊本市でございます。これ結構ね、内容盛りだくさんなんですよ。クマフェスでライブ鑑賞して、ハンドボールの世界選手権大会も見ちゃったり、そして私たちと修学旅行みたいなゲームもしちゃったり、もういろいろ本当に内容めちゃくちゃ詰まったバスツアーとなっておりますので、皆さんよかったら遊びに来てください。熊本一緒に旅しましょう。はい、久々だからね、一緒に熊本に行けるのも、うん、だからぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。なんだろう、この匂い。以上かな、フラワーみたいな。以上ですね。はい、じゃあ冒頭でも、あとあれですね、冒頭でも話したけど、はい、話しましたが、うん、12月28日、赤羽レニーアルファネの単独ライブと、12月10日の、ニューシングルリリースするっていうことも、ぜひどうぞよろしくお願いします。はい、そしてあれですね、近々の単独ライブだと、11月19日に、はい、新井まなみの、あの生誕ライブがありますので、はい、12月まで待てないよって方は、そちらも遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。あとね、12月28日のチケットの情報を、さっき公式のあのツイッターの方で、あの情報がちょろっと出てたので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。チェックしてください、よろしくお願いします。はい、先ほど私がリツイートしましたので、じゃあ見てください。辿っていただいて、うん、確かにムチ打ちの人みたい。はい、そんな感じで、うん、ちょっとね、あのバタバタと今日はお送りしてしまいましたが、はい、どうでした。いや、まさかね、放送アイドル9年やっ て、なんか放送上でトイレットペーパー巻くとは思いもしなかったけど、楽しいですね、やっぱこういうのね。普段日常でできないからね、トイレットペーパー巻こうなんて。トイレットペーパー
で仮装もありですね。ありだよね。ミイラ、ミイラありだったね確かに。来年やろ。でもミイラはちょっと怖いよ。怖い？うん、だってさ、うん、ここ踏んだら死ぬよ。ライブ中。どういうこと？だってグーってなるじゃん。あ、そういうことか。本物のミイラになっちゃうよ、終わる頃には。いや、うまいとか言ってる場合じゃないんだよ、本当に。確かにね。うん、だから、うん、ダメですよ。はい。はい。はい。アップがでも、動けるハロウィンじゃなきゃいけないんでね。そうですね。そうそうそう。うん、まあ、かわいい、かっこいい人も。ね、みんなもぜひ、よかったら、明日？あ、明日だよ。あ、明日ですよね。仮装、はい、うん、して遊びに来てもらえたら嬉しいですね。うん、ぜひぜひ、一緒に。結構ほら、意外にパリピ人間じゃないじゃん、うちらって。アップがもう、きっとみんなもでしょ、意外にいなくない。意外にいないでしょ、言っちゃうけど。だから、こういう時じゃないと楽しめないと思うから、はい、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。お待ちしてます。スタも待ってますし、はい、はい、12月の単独も楽しみにしていただけたら嬉しいですね。はい、そんな感じですか。何世紀なんかバタバタお送りしてしまったので、突然ですがお知らせでございます。11月より戦場過去狩りは隔週配信になります。次回は来週5日、次が19日です。知らなかったんだけどね。私も今初めて冷静に読みながら、おう、知らなかった。隔週配信、隔、あれ隔週って言うんですよね。余計喋ることいっぱいになっちゃうじゃないですか。毎週やっててもこんなに喋ることいっぱいある。確かに。うん、そのうちブラックリスト乗るよこの番組。あの番組は始まったら終わんねえっつって。終わらせてくれないっていう。マジか。だで次が、5日でしたっけ。次が5日、来週はある。来週の5日はございます、うん、その次が、ね、11月の1週目はございますので、うん、5日忘れずに見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでドとお送りしてきましたが、お別れの時間です、うん、皆さんと一緒にご参加していただき、ありがとうございました。うわ、びっくりした。あの、そっから広がらないやつを盛り上げるのやめて。ごめんなさい、うん、こっからもう広がらないから。急にスタッフさんがブーッと見てるんですよ。うん、出てきただけだからスタッフさんが。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、はい、もうせっかく今終わりのモード入ってたんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。そういうとこでブラックリスト持ってくんだよってなって知ってるんで。こいつらがいるせいでね、スタッフみんな帰れないよって言われるんだよ。今日もね、押してるからね、予定より10分以上話してるからね、うん、しょうがないよね。私一人でもこうだからさ、うん、私は絶対にブラックリスト乗ってる。いや、あとが全員乗ってると思う。え、どうしよう、それが原因だったら。あって顔すんのやめてくださいよ。結構そうかもしれない。追求する前に終わりたいと思います。今週もお付き合いありがとうございました。バイバイ。以上、アップアップガールズ韓国リーでした。バイバイ。おやすみ。おやすみなさい。